鈴鹿湯水族館、猛暑かつ雨が多いって森さんがおっしゃってたんで、おっしゃってましたね。相当電気代上がっちゃうんじゃないかっていう。ちょっと行ったら勉強できますからね。心配ですよね。てかテントのための言うたら練習ですからね。これはね、原油価格、天然ガスの国庫で決まるので、ちょっと私たち日本人がどうこうできるものではないんですよね。ウクライナ情勢なんかもありますから、それが上がったり下がったりするので、これはなかなかこうコントロールできなくて、あともう一つは為替ですね。これら全部輸入してますので、為替が一度でいくらなのかというふうに話してもらってきて、ここ読めないんだね、ここは。で、私の変わってきているというところ、今年に入ってから、補助が出たというところ、ご覧になったと思います。ちょっと、観察ですね。グラフで見ていきます。これで見えないです。続けました。これに対して政府が中途半端のをちょっと緩和するというものを振って、例えば1月9120円モデル家庭はその補助分が出たということになって7306円にまで下がりました。さらに再生エネルギー賦課金という、みんなで再生エネルギー、いやこの裏ですわ、アクアクリニックの前です。こっちですね、ここから橋の方に値上げな、そこに来た、そう、そこに来た、そっち前で来た、この下げ忍者いる、忍者緩和措置という、そう、珍しいね、あれこれ決まってるのは9月まで続くということ、津田関連さん、ここまで来ました、ここ落としたよな、さあみなみちゃんいたもの、あ、そうみなみちゃんいたものですよ、こっち出れへん、あれ他行こうか、あ、そっち、まあ来てください、珍しい。